長野県最南端にある、下稲郡天竜村。この山あいの里で作られているのが、八ちきれんばかりに実ったテ定座ナ,ナスが天竜村で作られるようになったのは、今から遡ることおよそ130年、明治20年ごろのことです。 この頃、村に住む大沢久吉が、東京から種を取り寄せて、この低座夏の栽培を始めました。その語源は、種を取り寄せた大沢久吉の苗字にちなみ、当初、大沢夏と呼ばれていましたが、時が経つにつれてそれがなまり、低座夏になったと言われています。 テイザナスの一番の特徴は、その大きさ。大きいもので長さ25センチ、重さ650グラムにも迫る巨大なナスです。重さはぐらい。うん、7月、天竜村テイザナス生産者組合が目揃い会を開いていました。この組合は、テイザナスを 村の伝統野菜としてブランド化しようと、地元の生産者によって2007年に設立されました。組合では重さ450グラムから650グラムを定座なすの規定として定め、毎年出荷前にこの目揃え会で規定を満たしているか確認しています。 大きいやつができとるなと思いましただからぜひ皆さんにね、食べていただきたいなと思いまして、一生懸命作っております18人の組合員によって、年間およそ1万5000本が栽培されているテイザナス。3年前からは豊洲市場でも取引されるようになりました。 地域でブランド作りを一生懸命皆さんやってらっしゃって活気づいている産地の一つでもあります生産者の一人板倉隆さんです板倉さんはかつて愛知県で花の栽培をしていましたが16年前天竜村に U ターン 野菜の苗を栽培し、販売する仕事を始めました。するとほどなく、定座ナスの生産者組合から苗の注文が入るようになり、自身でも栽培を始めたといいます。栽培の難しさについて、北倉さんはこう話します。そうですね。定座ナスはすごく大きい実ができるので、えっ、ー、と傷がつきやすいんですね。 その点ですごくその、なすに葉っぱが当たらないようにっていって、一個一個その葉がきをしてで、大きくなるまでその傷がつかないようにするっていう、そこはやっぱり一番難しいところだと思います10年前、生産者組合の一員となった板倉さん今では、テイザナスの種を取るところから、苗を育てるまで、そのすべてを一人で任されています。 種取りもやっぱり130年続いてて、なるだけその形が変わらないように、その昔ながらのその種取りにこだわって種を取ってます。えっとこのナスは焼きナスと味噌漬物だけ紹介できればもう料理レシピなんていらないって言われたんですよ。まあそれに尽きるのかもしれませんけどね。平松和子さんも定座ナス生産者組合に。 加入する一人平松さんには定座ナスを使った京都料理を紹介してもらいました昔から食べられてきた焼きナス昔は水分の多い定座ナスを水筒代わりに山仕事に持っていき丸ごと火の中に放り込んで食べたといいます 皮を剥いて、そのままいただいてもよし。食べやすい大きさに切って、おかか醤油でいただいてもよし。口の中に、茄子のとろとろの食感が広がります。次に紹介してくれたのは、天竜村のもう一つの特産品を加えた一品。 お茄子には、あの、油とお味噌が相性が良かって。ここは柚子が取れるので、青柚子で、味噌と青柚子の田楽。茄子のとろっとした舌触りと、甘辛の味噌、爽やかな柚子の香りが、相性抜群です。この茄子の特徴は、大きさと。え、それから、この綺麗な翡翠色と。 それからとろける身の柔らかさですのでそこら辺をそれぞれに生かしてお料理してくださればどんなお料理でもあの向くと思います。このナスは西洋ナスの仲間だと思われるので加熱調理するとですねとろけるような食感がするということが知られています。という人が言うにはナス界のフォアグラだみたいなことを言う人もいるぐらい、えー、それぐらい柔らかくとろとろになるというナスですね。 最後に定座ナスを購入できるお店の情報です村内にある JR 飯田線平岡駅に直結する流泉角の売店で販売していますまた流泉角のレストランでは収穫シーズン限定で揚げナスに肉味噌をかけた定座ナス定食が食べられます村外では 飯田市の農産物直売所、アザレアで取り扱っています天竜村のテイザナス、皆さんぜひ召し上がってみてください